デビュー以来、BTS の V には、ネチズンに才能ある BTS スターを思い出させるビジュアルを持っていることで注目を集めたそっくりな著名人がたくさんいます。韓国のモデルであり、ソーシャルメディアインフルエンサーであるタエックは、特に特定の写真や特定のポーズを撮った BTS の V とのそっくりなビジュアルでしばしば注目を集めています。2022年5月、最終棟で2人で運転している写真が BTS の V とブラックピンクのジェニーであると信じられていたため、テクが BTS の V に似ているということで報道の渦に巻き込まれたが、多くの人は写真が編集されており、正体が判明したと信じていた個人は確認されなかった。ネチズンが写真の正当性を調査したところ、写真が出回り始めたのとほぼ同時期にテクさんが最終棟にいたことが判明し、そのため写真の男性がテクさんであると誤認する人もいた。現在は削除されている自身のインスタグラムへの投稿で、テクさんは写真に写っている男性が自分であることを断固として否定し、その男性であると誤って特定されたことで受けた噂や憎しみに満ちたコメントに心を痛めていると明かした。この事件で世間の注目を集めてから約2年が経ち、ハンサムなモデルはかつてないほど多忙になっている。タエックはソーシャルメディアで活動を続けており、インスタグラムで110万人を超えるフォロワーに海外旅行の様子を更新しています。才能あるモデルは最近高麗大学ビジネススクールを卒業し、学業を通じて高級ブランドのモデルとして忙しく過ごしています。テクはタレントアーティストのマネジメント会社である MGMTPRJCT と契約しており、最近ではバレンティノの2024から25年秋冬メンズコレクションショーなど、ミラノとパリで開催されたファッションウィークのイベントに出席した。彼はゴージャスなビジュアルと魅力でネチズンやファッションブランドを驚かせ続け、ブランドギフトや無料の高級品やファッションアイテムを受け取り、新星として支持されています。